ムスカテールは日本の競争馬。馬名の由来はカンムリ名にフランス語で重視。主なカチクラは2013年メグロ記念。デビューは12月5日の阪神競馬場のダート1800メートル戦。日着に2馬審査をつけてのデビュー戦を飾った。4ヶ月の休み明けとなった阪神の500万下を一番人気に応えてに連勝となった。陣営は 東京のダービートライアルのプリンシパルステークスに出走。後方からの競馬で直線はよく追い込むも5着に敗れ、京都の白百合ステークスは4着に検討した。この後3ヶ月半の休みを挟み、セントライト記念の後に迎えた京都の清滝特別は最後の直線で抜け出して3勝目を飾り、芝初勝利となった。この後、 準オープンの2戦は一番人気に押されるも期待に、答えることはできなかった。1月の中山の初富士ステークス後、5ヶ月休養し1000万、下に高級。阪神の1000万下を2戦し、迎えた7月の中京の基礎川特別で4勝目を、飾った。その後、格上挑戦となった新潟記念は11番、人気ながら5着に検討する。そして10月の東京の、準、 オープンオクトーバーステークスは先に抜け出していた藤政エンペラーを最後捉えて5勝目を飾るとともにオープン入りを果たした。アルゼンチン共和国媒は先に抜け出していたルルーシュを捉えることができず2着に惜敗した。日系一心春杯は集団からの競馬となり直線追い込むもカポーティスターを最後まで捉えることができず、またも2着に惜敗した。 日系賞は徐々に前に進出するも3着に敗れた。天皇賞を挟んで迎えたメグロ記念は、最後の追い込みが決まり重賞初制覇を果たした。しかし秋賞戦となった、オールカマーは直線のビズ9着、続く、アルゼンチン共和国売は8着、金ャ地賞は6着と制裁を欠いた。久々のダート戦となった1月の川崎記念では2着と、構想する。 しかしその後は勝ちきれないレースが続いた。1月の川崎記念は8着、4月の大阪杯は11着と惨敗続きだったが、4月のメトロポリタンステークスで久々の勝利を挙げる。しかしその後は一勝もすることなく2017年6月3日付で競争馬登録を抹消された。引退後は JRA 馬事公演で乗馬となる。その後、2018年から、 中京競馬場で誘導オーバーとなった。ありがとうございます。